ラック・トランプ選手と佐々木優香選手の公開練習を始めさせていただきます。よろしくお願いします。うわ、お願いします。お願いします。それでは質疑応答を始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。マスコミの皆さん、ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。ではまず両選手、現在コンディションの方はいかがですか？自分は絶好調です。怪我もなく、今回はすごくいい感じでリラックスしながら調整できてます。はい、はい、僕も絶好調ですね。はい、怪我本当今回何もないんで、マジで本当に 120% いけるかなっていう感じのコンディションをしてます。はい、ありがとうございます。ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。では両選手、先ほどの公開練習ではミット打ちを披露されましたが、まあ、今回の、試合ではその今やったような打撃がキーになるというような感じでしょうか？言える範囲で構わないので教えていただけますか？そうですね、打撃をしっかり練習してきたんで、まあ、レスリング、寝技もちろんなんですけど、打撃しっかりやろうと思ってます。
まあそうですね、MMA なんで、まあ、全部勝負するつもりで、あのドラム今やって力も入るし、力も入るとこ見せれたと思うんで、まあ全部が金になる試合じゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。マスコミの皆さん、ご質問ある方いらっしゃいましたらお願いします。それでは E ファイト安藤さん、お願いします。あ、E ファイターの安藤と申します。よろしくお願いします。すいません。じゃあ、では、倉本選手からよろしくお願いします。はい、あの、改めてになるんですが、相手の加藤選手の印象をお聞かせください。加藤選手の印象は、まあ、やっぱりストライカー、打撃に特化している印象です。今回、まあ、先ほどもちょっとお話しされてましたけど、勝負の鍵っていうのはスタンドの勝負、打撃の勝負って何というふうに考えてますか？鍵、そうですね、まあ、打撃をしっかり、そこでもう勝っていかないと、まあ、グラウンドにも持ち込めないんで、まあ、全局面で自分が上回れる練習してるんで、そういう感じですね。そうなるとやっぱりその理想的な試合の展開っていうのはその、まあ、打撃スタンドの打撃で、まあ、勝る状態を作っておいてテクダウンから、まあ、得意なパウンドを落としていくというような感じがやはりイメージされてる感じですか？まあざっくりそういう感じで思ってもらっていいと思います。はい、何か今回 の, その試合の中でテーマといいますか、はい、こういうものをこうファンに向けて見せたいっていうのがあるんでしょうか？はい、ちょっと今までいいところあんま大事に見せれてないんで、今回はいいところを見せれるように、自分らしい試合がをもう自分らしい試合をすれば勝てるんで、それを見せようと思ってます。うんうん、そのいいところっていうのは今回例えば今まで の, その倉本選手の試合の中で見せたことないような技ですとか動きとかそういったものっていうのも含まれるんでしょうか？そうですね、ライジンで例えばしっかり組んで投げるなったりも何もできてないんで、まあ、今回本当に怪我がないっていう万全の状態で挑めるんで、それがすごい大きくて、でまあ、ド派手な試合をやろうと思ってます。あとこの先その何かこの試合の先何か目標としているものはありますでしょうか？まあ、自分はやっぱりトーナメント負けちゃったんで、まあ、やっぱりそこからまず今回しっかり勝って、で上目指して、まあ、ベルトライジンベルト当たり、まあ、それはもちろんなんですけど、そこを目指すためにしっかり勝っていくことですね。いきなり偉そうなこと言えないんで、今の状態で。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。ではすいません、佐々木選手、はい、よろしいでしょうか？はい、まず改めて、はい、相手のクレブレ選手の印象を聞かせてください。印象、そうですね、まあ、KSW のチャンピオンでもありますし、まあ、成績を見てもそうですし、まあ、決めが強い、とにかく鋭い選手なのはそうなんですけど、まあ、全局面でやってくる本当に、ね、レベルの高い選手だなというふうに思います。はい、その全局面でレベルが高いという意味では同じく佐々木選手もそういったタイプのように見えるのですが、はい、ご自身から見てそのクレベル選手のレベルといいますか、うん、自分と比べるとどれぐらいのものになるんでしょうか？まあね、もう戦う前なんで、まあ僕が勝ってるところは勝ってるし、まあ、劣ってるところは劣ってると、しっかり俯瞰で見てそう思うんで、まあ、全然勝負できる相手だなというふうには思います。はい、あと先ほど の, まあ、ミッド、はい、ドラミッドでの力強いそのパンチを見させてもらって、はい、印象なんですけど、はい、非常にコンディションがいいんだろうなというふうに感じたんですが、はい、今回その特に練習といいますか、はい、気をつけた点というのは何だったんでしょうか？まあ、ちょっと作戦に
関わるんであんまり言えないんですけど、まあ本当にだいぶ変わって、もう山崎さんがご指導のもと本当に倉本さんだったりとか練習仲間がやっぱり一緒に練習してくれて、本当に自分の中でレベルアップを感じるんで、やっぱそれをファンに見せれる試合になるんじゃないかなって思います。はい、じゃあ、 今回コンディションも含めてもろもろ技などそういったことも、もう自信満々というような感じですか、ね、いやもう超楽しみで、まあ多分ファンより俺の方が楽しみなんですけど、はい、例えば先ほどのドラムミットもこう一発一発と気合を発しながらやってたんですけど、はい、あれは例えばクレベル選手に対するこう KO もあるぞっていうようなメッセージですかいやどうなんですかね、まあ、でも格闘技なんで、まあ、気持ちの部分もすごい大事なところでもあるし、特に今回のクレベル戦に関してはやっぱり、ね、気持ちの部分っていうのもすごい出るような局面が何度もあるようなそんな厳しい相手だと思うんで、まあ、本当にね、うん、気合も入ってますし、はい、楽しみですね。わかりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら媒体名とお名前とご質問をお願いします。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、それでは合格松山さんお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、こちらの調子が悪くて声小さいかもしれませんがお願いします。大丈夫です、はい、じゃあ佐々木選手から、はい、クレベル選手この相性について、はい、どのように考えてますか。相性、はい、例えばクレベル選手はそのマテウス・ガムロとソリンスキー、うんうんうん、つまり自分と同等にグラップリングが強くて、あるいは防御が強くて打撃が強い選手に敗れている、うん、ということで考えると、はい、佐々木選手のグラップリングの強さというのは今回キーになるんじゃないかと思ってるんですけど、いかがでしょうか。まあ、本当になんていうんですかね、表面的に見たら相性はいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、やっぱりその負けてる試合にしても相手がね、打撃がすごい綺麗だったりだとか、僕とはまたタイプがちょっと違うタイプですし、はい、一回触ってみないと何とも言えないっていうのはありますね。やっぱりこう試合も僕も結構やってきてるんで、思ってたのと違うってなるとやっぱちょっと焦るじゃないですか、はい、だからまあ相性は僕の中ではいいなと思ってますけど、過信はしてないですね。触ってみるまでは分かんないです、はい、なるほど、はい、フェザーという点に関しては、はい、前回がまあ戻して、うん、それでまあ試しだったかと思います、はい、実際のところかなりの期間、練習期間も経てどのように感じてますか。はい、いやめちゃくちゃやっぱ調子いいですね。ナチュラルに近くて、やっぱり今もう減量もすごくバナムに比べて楽ですし、力も入るし、まあ、組力もそうですし、やっぱり調子いいですね、ナチュラルに近いっていうのは、はい、先ほどの グラップリングのところも含めてなんですけれど、はい、ケージであることについては佐々木選手にとってはどのように、はい、ケージの方がいいんじゃないですか、やっぱり本当に全部ケージでもいいんじゃないかぐらいの僕の中では、はい、嬉しいですね、はい、USC 以来のケージってことになりますね。もう本当そうですね、なんかまあ、クレベル選手はやっぱりブラジル周りね、ブラジルの方もすごい多いですし、すごい応援団も来るでしょうし、で金網っていうところでなんかやっぱちょっと USC 思い出すような感じになるんじゃないかなと思いますね、はい、うん、アウェーでもあるかもしれないけど、ね、アウェー大得意ですから本当に飛行機乗り継いでアウェー行きましたから、たくさん、はい、分かりました、はい、倉本選手前回の前回、はい、グラップリングで強烈な掌底を見せましたけど、はい、オープンヒノグローブではつけた場合は掌底は使わないです使いますおはい、もうライジン昇天ありですよね、うん、はい、ちょっと昇天いい発見できたんで、ああこれはその場面になればしっかり食らわさせてもらいます。うん、なるほど、 MMA の中でもじゃあちょっと使えるそうだと、ね、そうですね、はい、ライジンルールではいいと思います、はい、最初の加藤選手、とてもリーチが長くて、テイクダウンディフェンスに武田選手だと思います。そういう選手を相手に、はい、今回ケージで戦うことに関しては、倉本選手はどのように感じてますか。そうですね、自分もケージは得意ですね。で、楽しみですね。まあ、リーチの違い、まあ、身長も全て高いし、長いですけど、まあ、そこはもう、うん、
ずっと大体の人みんなそうなんで、僕とやると全然気にしてないですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。マスコミの方、ご質問ある方いらっしゃいますか。それでは TikTok の方で質問あればお願いいたします。ではまず倉本選手に TikTok のコメント欄からの質問です、はい、じゃあ試合中ファンのみんなにどんなところに注目して見てほしいっていうところって、はい、特に何かありますか。まあもちろん全部ですけど、まあ、入場から全部ですけど、まあ、やっぱり相手に触れた時、触れてからの自分の組の強さだったり、特に、まあ、打撃ももちろんなんですけど、組んだらおこれからかぐらいの気持ちで見てもらえたらなと思ってます。ありがとうございます。じゃあもう一つ質問なんですけど、はい、同じ階級で同じくレスリングが強いバックボーンの持っている太田忍選手がいると思うんですけど、はい、どんな印象をお持ちですか。まあ自分全日本で2回ぐらい決勝やって、まあ、僕が勝ってるんですけど、まあ、レスリング強いのはもう分かってますし、 MMA も最近勝ってますもんね、はい、まあこれからじゃないですか。ありがとうございます、はい、では次ウルカ選手に質問よろしいでしょうか、はい、ではウルカ選手に質問なんですけど、はい、今回入場、はい、こんな感じで注目してほしい点とかありますか。注目してほしい点、まあでも演出はやるんで、しっかりやるんで、まあ、それも含めてやっぱ一つの作品であるんで、その出てくるアーティストさんだったりとか、やっぱりちゃんと目にね焼き付けてほしいです。やっぱその試合に今回クレベル選手勝って、まあ、ぶち上がるのは確実なんで、勝ったらやっぱりなんで、その勝ちまでのそのプロセスを一つ一つやっぱ大事に見てほしいなと思います。はい、では少し質問内容変わるんですけど、はい、その今の服装がとてもかっこいいっていう意見がたくさん TikTok も見てるんですけど、どのブランドとかこだわってらっしゃるんですか。ブランドは全部自分のやつです。自分のレジーゴットのすごい好評なんです。あ、本当ですか。皆さんすごくその服装が最初から、はい、本当に始まった時から、いやもう嬉しいです。かっこいい服装で、ホームページ遊びに来てください。ぜひ TikTok の方で見ていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。マスコミの方、追加の質問大丈夫そうでしょうか。はい、それでは、お二人の質疑応答終了になります。あと写真撮影の方でお願いいたします。はい、じゃあ最後、こちらのカメラに向かって倉本選手からファンの方にメッセージをお願いします。今回トリガー、ライジントリガーで、セミ自分出させてもらうんですけど、まあ、今までやれてこなかったような、大胆なえぐいド派手な試合をやろうと今回は決意してるんで、しっかり勝ってで次ファイナルのウルカ君につなげたいと思います。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあウルカ選手、どうも佐々木ウルカです。本当ね、皆さん本当ぶち上がる準備はできてるかなって感じです。俺はもう準備はチーなんで、いや本当にさっきも言ったんですけど、やっぱその一個一個の勝ちまでの一個一個のプロセス本当に大事にして、でライジンこれ開幕戦なんで、このメインイベントもうぶち上げて、本当にね、今年のライジン、やべえんじゃねえかなって思わせるような本当試合やるんで、ぜひね本当ペーパービューでも、現地来られない方はペーパービューでも本当に一緒に上がれれば嬉しいと思います。本当応援よろしくお願いします。で、ちょっと商品を持っていただいてもいいですか。どっちがいいですか。どっちでも大丈夫です。はい、それで。あ、じゃあ、ジードリッシュ。はい、取ります。はい、じゃあ、ウルカ選手のソロで、はい、最初に。はい。しました。ソロでこっちにしよう。あ、そうだね。取ります。じゃあ梨ばあちゃん。よし。はい。
宿題書。えい。はい、OK です。ありがとうございます。しよう。ありがとうございます。これもスパシャンです。はい。で、エナジードリンク。これ、焦点ですよね。ありがとうございます。はい、じゃあ何枚かいきます。はい、じゃあ出しまーす。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上で公開練習の方終了とさせていただきます。またありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また23日お会いしましょう。スパシャン HPS プレゼンツライジントリガーセカンド、朝倉未来をリングに沈めたクレベル小池、佐々木うるかと静岡寝技ダービー、2月23日エコパーアリーナでライジン開幕。